Now man is a growing reed. 人間は成長する足である。考える足は人と出会い、学び、発見することで、行動する足へと成長していく。A man is a growing reed. 人間は成長する足である。では我々は今何をなすべきか。この世界で我々ができることとは何だろう。A man is a growing reed. 人間は成長する足である。今宵我々は行動するためのさらなる思考を手に入れよう。言葉、知識、情報を糧に行い、動き、世界と対話するための思考を。そう、我々は考え行動する足なのだ。 J-WAVE グローイングリード、新しい週間最初の60分、ぜひ一緒にお付き合いください。I want to interact with you using all the words I know. Growing Reed. We are a thinking and acting Reed. J-Wave. Growing Reed.1979年生まれということで、はい、今32ですか。そうですね、12月生まれなので32歳です。僕の1個上なんですよ、ね、近いですね。近いんですよ。それであのソーシャルデザインのこれなんて言うんですか、グリーン .jp のこれは何、ですね、僕編集長です。編集長、はい、グリーンズ .jp の編集長、ウェブマガジングリーンズ .jp の編集長。編集長、はい、これあのソーシャルデザインっていうことなんですけども、はい、これソーシャルデザインをまずこう説明していただいてもいいですか。はい、ありがとうございます。まあ、ソーシャルのデザイン、社会的なデザインなんですけども、うん、両方ソーシャルもデザインも大きい言葉なので、うん、あの人それぞれ本当にいろんな定義があるんですけども、はい、僕らが考えているソーシャルデザインっていうのは社会的な課題を解決すると同時に、うん、新しい価値を作るような仕組みを作ることなんですね、うん、あのもう少し分かりやすく言うとマイナスをゼロにすることもすごく大事ですし、うん、さらにゼロをプラスにする、うん、でそれを例えばあのデザインというと物とかファッションとかいろいろありますけども、うん、その何か物だけではなくて、うん、仕組み、どうやったらそういうことを続けられるんだろうとか、うん、そのものを考えて作っていく仕組みを作ることというのはソーシャルデザインの大事なポイントかなと思ってますね。仕組みというのは、はい、例えばどういう、例えば僕が一番好きな事例で、はい、マフラーのブランド、ゴールデンフックっていうブランドがフランスにあるんですけども、うん、はい、それはですねおばあちゃんを指名してカスタムしたマフラーを編んでもらえるブランドっていうんですね。うん、で物としてはマフラーなんですけども、その仕組みがすごく面白いのは、うん、始めたのが僕と同い年ぐらいのジェレミーさんっていう方なんですけど、うん、手編みのマフラーを、ま、ずっと作っていて、大量生産とか大量消費ではなくて、うん、やっぱり手のこもった気持ちの入ったものを売りたいっていうので、でもそれが人気が出過ぎてしまって注文がもう殺到してしまい、もう自分一人じゃ作れない、うん、その時に自分家のおばあちゃんがなかなかこう 暇を持て合わせてというか時間が余っていて、うん、なんかおばあちゃんに手伝ってもらえたらいいかもとふと思ってお願いをしてみたらですね、うん、フランスのおばあちゃんはみんなたしなみがあるので、うん、すごく上手なんですね、うん、だからもう自分よりも上手にさささっと編んでくれて、うん、それをおばあちゃんにお願いしたらすごく生き生きとその楽しそうに過ごしていたと、うん、でそれはもしかしたら他のおばあちゃんにもいるんじゃないかなということで施設に訪ねて、いろんなおばあちゃんにお願いをしてみたら本当にみんな生き生きと編んでくれたんです、うん、若い人たちに私が作ったものがこんなに喜んでもらえるなんてってすごく嬉しくて、うん、でそれがじゃあこれはいけると思ってビジネスにしたゴールデンフックっていうブランドがあるんですけども、うん、そのおばあちゃんホームページで買えるんですけど、おばあちゃんがいろいろキャラクターがあってですね、自転車が大好きなおばあちゃんとか、うん、ロックが大好きなおばあちゃんとか、うん、そのおばあちゃんを指名できるっていうのがすごいユニークなポイントで、うん、じゃあ僕自転車好きだから、じゃあ自転車好きの
あ、おばあちゃんから買おうと、うん、そうするとサンキューの画面、最後の買った後の画面で、このおばあちゃんはこの買い物によって あなたと関係が生まれましたと、なのでよかったらサンキューのお手紙でも書いたらいかがでしょうかみたいな、そういう画面になってるんですね、うん、なので単なる買い物で終わるんじゃなくて、うん、その後の交流も生まれると、うん、なのでただマフラーっていうすごくいいマフラーが届くだけじゃなくて、手編みの文化も残せる、あるいはおばあちゃんが自分がも社会に背負されているのは尊厳を感じて生き生きとすることができる、うん、でそうやって若い人たちはおばあちゃんと接点ができて、おばあちゃんの知恵とかを学べたりもできる、うん、その一つのことがマフラーっていう周りにすごくいろんないいことが生まれていて、一石二鳥ならぬ三鳥四鳥みたいな、うん、まあ、そういうことになってる、そういう事例が僕らが考えるソーシャルデザインかなと思って、価値を変えるというか、つける、増やす、おばあちゃんが元気じゃないっていうマイナスをまずプラスゼロにして、でその後みんなおばあちゃんも若い人たちもみんなマフラーを通じて元気になっていくっていうプラスに持っていくと、そんなことがソーシャルデザインなのかなと。岡田純一がお送りしている J-WAVE Growing Lead、 今夜は未来を作るソーシャルデザインの世界を教えてくださいというテーマで、ウェブマガジングリーンズの編集長金松義弘さんにお話を伺っています。金松さんがグリーンズを立ち上げた頃のお話を聞いてみました。僕たちのウェブマガジンが始まったのが2006年なので、もう 5,6 年前なんですけども、ちょうどその時アルゴアさんの不都合な真実って映画ご存知ですかね、うん、はい、あれがちょうど公開された時期で、うん、とにかく僕もそうだったんですけど、地球が危ないとか、うん、温暖化でこう氷が溶けてスバルが沈んでしまうかもしれないとか、うん、本当地球が危ないっていうニュースがすごくたくさん出ていた頃だったんですね、うん、はい、でそれはすごく大事なことですし、知らなきゃいけないことなんですけど、なんかそのネガティブなお話ばっかりだけだとなんかこう一歩踏み出せないというか、うん、思考停止になってまさに考えるらしいじゃないですけど、うん、なんか考えることができなくなっていて、その時にじゃあどうやったらもっと一歩動き出したくなるような、考えたくなるようなことができるだろうっていうので、僕たちが注目したのがアイデアの方だったんですね、うん、なんかその大変なことがあるのは分かるんだけれども、じゃあそれを解決するためにみんなこんな小さな一歩を始めてるよっていうのをちゃんと紹介したいって思ったのが大事な、僕たちが始めたきっかけですね。でもう一個は今でこそこう NPO とかに就職をする、大学を出て NPO に就職するって当たり前になってきてますけど、うん、はい、5,6 年前は僕も秋田出身なので、うん、上京してきて大学出て NPO に勤めるってあんた何考えてんのみたいな日本だとそうですね、ヨーロッパとかだとちょっと違いますけど、そうなんです、で本当変わり者と思われてた頃だったので、うん、でも僕らにしてみたら、なんか大事なものを大事にしている人たちっていうのは、うん、他の人とはちょっと違う道を歩んでいる人がとても多くて、でもその世の中的にはマスメディアとかではあまりこう評価されないというか、変わり者のようにこうテレビで映ったりとかするので、うん、そういうんじゃなくて、そういう人たちはどういう人たちなのかっていうのをちゃんと伝えて、こういうあなたが始めた小さな一歩はすごく大事なことなんだよって寄り添って応援したい、うん、そういう思いが、その2つですね、そのネガティブなニュースではなくてポジティブなアイデアっていうのと、その身近な頑張ってる人たちをしっかりと支えたい、応援したい、うん、その2つが僕たちがグリーンズ始めたきっかけです。確かにそのこういう、こうソーシャルデザインとか、その物事アイデアとか変えていこうとか、ちょっとずつ変えていこうとかって、多分 5,6 年前ぐらいからガーッと広がってグーってこうなってきたじゃないですか。その中でこの 5,6 年で変化していってますか、こう感じてますか。そうですね、ものすごく変化していると思います。僕自身もよく分かってないような、分かっているような感じがあるんですけども、うん、本当僕が 5,6 年前は社会的なものっていうのがあまり興味がなくて、うん、ポイ捨てとかもしてたような20代前半だったんですよね、はい、でもだんだんとそのデザインというかクリエイティブな力が社会的な課題に、例えばクリエイターが社会的な課題に対して何かロゴを作ったりとか、素敵なキャッチコピーを考えたりとか、そのセクシーに見えることをやり始めたのも2000年代中盤ぐらいからかなと思っていて、そうすることでなんだか関心がなかったんだけれども、参加してみたらすごく、まあ、楽しそうだから参加してみて、そしたらそこで学んだことが本当に大事なことだと気づいて、そこから活動を続けるような、そういうクリエイティブな力がどんどんこういうイシューなところに関わってきた、それは一つ大きいきっかけかなと思います。
あとはやっぱりソーシャルネットワーキングというか、ソーシャルメディアがどんどん広がることで、こんな大切なことをやっている人たちこんなにたくさんいたんだと、それぞれの活動がどんどん可視化されてきたような気がしていて、つながりやすくもなってきていて、だからそのあたりが2008年の金融危機と2011年の震災で、もともとそういう新しい流れが来ていたものが一気にワープして、それが当たり前だったのが本当2012年の今だと思います。だから震災前はまだそこまでソーシャルデザインの話をしても、いつかそういうことできたらいいねっていう感じだったかもしれないです。まあ個人的には本当そういう印象っていうか、僕たちのやってる活動がこんなに理解をしてもらえることってそんなになかったんですよね。でも本当震災以降にそれぞれが多分きっと自分にとって何が大切なことなんだろうって見つめたような気がしていて、そのそれぞれの大切なこと、それぞれが守っていきたいこと、取り組んでいきたいことをもっとオープンに、もう人生これっきりなんだから僕はこういうことやりたいとか、その自分に素直に生き始めた人がすごい増えてるような気がしていて、それが僕らのこういう本がその震災の後に出版も決まりましたし、こういうソーシャルデザインな方向に一気にワープしてきたような、そんな実感があります。Words, knowledge, and information as our daily bread. J-Wave, Growing Reed, featuring Junichi Okada. なんか他にこういうのがソーシャルデザインだっていうのの事例とかってありますか？そうですね。例えばこれができたらいいなと思っているのが、スウェーデンの事例で、スピードカメラロッタリーっていうのがありまして、というのはそれはですね、スピードカメラってあれです、車を道路についている、オービスみたいな、スピード違反をチェックするカメラってありますよね。でそれでスウェーデンである社会実験をしてみましたと。そのスピード違反を、普通だったら50キロオーバーとか、あるいは60キロオーバーしたらそれを取り締まりますよね。逆にルールを守った人、50キロ以内の人をどんどん撮影していって、その中の一人に宝くじをもらいますっていう、そういう逆転の発想で、何か悪いことした人を罰する方向に社会の仕組みを整えるんじゃなくて、いいことした人が、正直者がバカを見ないんじゃなくて、なんかちゃんと暮らしているいいことした人がいいものを受け取れるような、そういうルールって面白いなと思っていて、それで実際20何パーセントスピードを出さない人たちが増えたという、そういう実験結果があって、もしかしたら当たり前のルールになるかもしれない。それもすごく宝くじ当たりますみたいな見栄えもすごく楽しい感じになっていて、その楽しいと思わせることからコントロールするんじゃなくて、楽しいってなるとみんな結構そっちに、人間ってやっぱ惹かれていくと思っていて、ポジティブなんですね。っていくっていうことですね。はい。なんかそういうのがなんかこう法律とかでもなんか守る約束を守らない人がいるベースで組み立てるんじゃなくて、人間はそもそも状況さえ整っていればきっと悪いことを思ってやってる人ってそんなにいないんじゃないかなと思っていて、良かれと思ったことがたまたま結果的に良くないことになるかもしれないですけども、だからその人間の深い部分を信頼するような法律とか、なんかそういう楽しい法律とかいろいろ出ていったら欲しいなとは思ってます。岡田純一がお送りしている J-WAVE Growing Lead、 今夜は未来を作るソーシャルデザインの世界を教えてくださいというテーマで、ウェブマガジングリーンズの編集長金松義弘さんにお話を伺っています。ソーシャルデザインとビジネスとの関係性を聞いてみました。多分こう10代20代の人たちにはなんていうのかな、受けるって言ったら言葉が悪いですけど、そのああって思うじゃないですか。でもこう40代ぐらいになると、そのとは言ってもビジネスになるのかとかっていう人も出てくるじゃないですか。そのそれぞれ発想で気づくっていうのはすごく、それはまあ大事なことだから分かるよ、でも分かるよってことになりかねないじゃないですか。その後どうしていくっていうか、食って行くにはどうすればいいんで、それをメインにするのか、それともそれをメインにするのがいいのか、それとも
なんていうのかな、発想の転換、周りを良くしよう、社会に貢献できるってことを忘れないで心に思っていって生きていくことが大事なのか、それでも食っていけるまで持っていきたいのかっていうとまたちょっと違ったりもするじゃないですか。そこら辺はどう思われてますか。そうですね、食っていくってどういうことなのかな、あとビジネスでどういうことなのかなってそもそも考えると、さっき言ったおばあちゃんと一緒で、若い人のために何か自分が貢献できるんだ、みんな多分それが喜びで、多分このラジオ番組も聞いていただいた方が多分この番組を聞いて人生変わったんですみたいな、多分そういうフィードバックが岡田さんも嬉しいんじゃないかなと思うんですけど、僕あの撮ってもウェブマガジンってそういう感じで、なんか贈り物としてただ届けたいだけなんですよね。贈り物、仕事としてはなんか贈り物を届けるような仕事をしたいと思っていて、なんかその贈り物が届いたらきっとその人が届いたものを他の人にも回していくだろうし、なんかそういう社会の循環がなんだろう、僕にとってはすごく心地がいいんですね。でそのそもそもビジネスってきっとそういうもんだったと思うんですよ、食っていくってことも、そのなんだろう、断捨離っていうか、生きるために豊かな生活ってなんだろうってそれぞれがもう今考え出してきたじゃないですか、はい、震災もあったし、その前に金融危機もあったし、いろんなことがあって豊かに生活するのって何なんだ、じゃあお金って本当にいいのか、今までのシステムって正しいのか、まあ、正しくないこともあって、いろんな歴史があって正しくないことももちろんあるし、じゃあ変えたいとかっていっぱいのこと、いろんなこと思うじゃないですか。でもそのじゃあお金っていらないんじゃないかって言うけど、集団で生活するにはそこに欲ってものが入ってきますよね、やっぱり。だからみんな同じような考え方ってのはいろいろ持てなくて、やっぱりそこには欲があって、お金がありゃ、まあ、あれはあったでいいよなっていう考えになる人もいて、まあ、なくてもいいよっていう人もたくさん、いろんな人がいて、その中でこう団体で生活する、団体で集団で例えば国とか街とかって生活する、運営をしていくっていうと、その若い人がよく言う考え方では成立しない時があるじゃないですか。お金なんかなくていい、じゃあ生活しなくていい、じゃあ経済どうなんだっていうと、こう経済回んねえだろうっていうのが大人の方が、結局それ言っても理想になっちゃうよっていうのが大人の人が思うことだと思うんですね。それをできたらいいよね、じゃあ物物物交換でこれでいいよとか、あんたのためにこう生活したら返してくれたらいいよね、まあギブアンドテイクじゃないけど、これやったらこれしてくれたらいいよねっていう生活ができればベストだけど、昔はそれをしててうまくいかなくて次のお金が生まれてきて、でそれまた捨てるのかっていうと、またこうその難しくなってくるじゃないですか。まあそこのなんだろう、それがうまく大人の人たちにこう説明できるシステムとかってこうある ありますかね。そうですね、楽しくなってきましたね。そういうのがきっと話を伺ってて、なんか2人の言葉を思い浮かんでて、僕が好きな言葉 で僕は禁欲じゃないんですよ、禁欲じゃなくて無欲でもなくて、体欲、大きい欲が好きで、空海の言葉なんですね、でやっぱ体欲に置き換える、自分の欲を体欲に置き換えるにはいろんな人と話をして、僕とは違うのは当たり前ですよね、いろんなその上の世代も下の世代も友達でさえも、なんかあんまり世代でくくるのって僕はやっぱり本当は嫌なんですけど、同世代でも違いますから、なんかでもその人が今喋ってることの裏にはきっとその人にしか経験してこなかった個人的な経験とか、何かお金ですごくなんだ人を信頼したことで傷ついた経験があったかもしれないし、なんかその 深い思いをちゃんと耳を傾けることで、あ、その部分のレベルの欲は俺と一緒だよってちゃんとつながれて体欲に持っていける部分があるんじゃないかなと思っていて、もう一つはラカンって精神学者の方が言っていたのが、その他者の人間の欲望は他者の欲望であるってすごく意味軸も言っていて、で僕はそこは20世紀的にはそうなんですよ、消費を煽るためには雑誌で、まあ、こういうのが人気ですってなるので、なんかそれをただ読んだだけで、アイスが行列できてますやったら、なんかアイス屋見るとアイス行きたくなる、食べたくなるとか、で僕が今個人的なチャレンジをしているのは、いろんな断捨離を本当習慣を断捨離していて、習慣を断捨離、去年やめたのが揚げ物を食べること。それオーガニック思考でとかですか。もう含めてですけど、とりあえず知り合いの
まあ、先輩ですよ、先輩のラジオのディレクターがめっちゃ痩せていて、うん、何があったんですかって聞いたら、いや揚げ物食べなくなっただけだよって言っていて、うん、じゃあそれ真似してみようと思ってやってみたら、うん、意外と僕餃子も唐揚げも大好きだったんですけど、うん、あの唐揚げ最後卒業式やったんですよ、うん、好きだったん で、うん、で卒業式やった後は意外と食べなくても大丈夫になって、唐揚げ卒業式やった、はい、うん、で天ぷらだけはちょっとやめれなく卒業式みたいなやったんですけど、うん、じゃあ年に1回高級な天ぷら食べようってことは決めて、うん、自分の誕生日だけ天ぷら食べるみたいな、うん、その習慣をやめてみる、あと足を組まないようにしようとかいろんなことをやめてきたら、なんかその他者の欲望であるって話で、なんかそっか、刷り込まれた暗示みたいなものもあったなと、うん、で1回やめてみて、でもどうしても天ぷら食べたいみたいに本当に自分の中から欲望が湧き出てるのかとしたら、それは従えばいいと思うんですよ、うんうん、なのでなんかその煽られて自分はこういうことしたいんだと思わされてる部分がもしかしたらあるんじゃないかと、いい大学に入れるためにはいい進学校に入れなきゃいけないとか、うん、それって本当かなと、僕らが子供ができて20年後に学費ってタダになったりしないのかなとか、うん、なんかちょっと思ったりもするんですよね、うん、海外では学費タダのところもたくさんありますから、うん、なんかそういう今の当たり前のままなんか暗示をこうなんだろう、かけられているものを一個一個解いていって、自分にとってこれが大事だって思えるようになれば、その欲っておっしゃってた意味もちょっと変わってくるんじゃないかなと、うん、今は何もかもいろんな欲にこう包まれてなんか焦っちゃうんだけれども、本当に自分が欲しいものって何なんだろうかって一度見つめることで、その先に正しい経済って絶対ありえると思うんですよね、うん、なんかこれは買わないと、その自分で作る料理だけじゃなくて、それはシェフプロのシェフが作ったから美味しい料理って絶対あるわけで、うん、でもそれがなんかカリスマで何だかだから行くんじゃなくて、自分にとってはこの人のこの部分が胡椒のかけ方が甘いんですとか、わかんないですけどなんかそれ自分にとってはこれが好きって語れるようなものに対する欲はどんどん持っていっていいんじゃないかなって思います。And we keep losing our minds for the place we never go. With words, knowledge, and information as our daily bread. J-Wave, Growing Reed, featuring Junichi Okada.岡田純一がお送りしている J-WAVE グローイングリード、今夜は未来を作るソーシャルデザインの世界を教えてくださいというテーマで、ウェブマガジングリーンズの編集長金松義弘さんにお話を伺っています。ソーシャルデザインってなんか仕事とかって言っても、なんかこう付加価値とかアイデアをつなげることによって、社会って僕が言う社会って広いですよ、はい、その地域とかおじいちゃんおばあちゃんとか、その自分が生きてる証明というか、それがにこうアイデアとかデザインとかによって実感できるってことなのかなと思ったんですけども、それはちょっと違いますか。いや、すごく そうだと思います、うん、要はまさにその通り、実感って大事だと思ってて、本当社会って漠然とするじゃないですか、なんだかなんだろうな、自分ごとについてまさにそういうことで、なんか自分の言葉で、僕らがワークショップをやるときにルールがあってですね、私を主語にして語ろうっていうんですね。あとは世の中ってこうじゃないですかっていうのは NG ワード、ダメっていうんです。私はこう思うとか、私にとって社会っていうのはこういうものですって、そういうふうに自分の視点で捉える、実感した上で関わるってすごく大事なので、ソーシャルデザインっていうのは本当誰でも始めることができるし、あの誰にとっても関わることなんですけど、例えばじゃあ政治に置き換えると、投票率が低いですよねと、でそれはきっとどの人が何の政策をやってるのかよくわからないと、で今まではそれでじゃあよくわかんないから投票しなくていいやってなったかもしれないんだけれども、今はきっと世の中を良くする、あるいはなんかこの閉塞感を打破するには自分が何かするしかない、自分たちの手で自分たちで作っていくしかないっていう風にシフトしてるような気がしていて、そこにはきっと実感って大事で、なんか新聞で出てる世の中ってこうだから僕はこういうことをやるんですっていうのではなくて、自分の足で見て聞いてそこで考えたことをどんどんプロジェクトにしていく、でそれによって社会って言ってた漠然としたものがどん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 近づいてきて、結局は人の集まりなんだなってことが見えてきて、
じゃあその人のためにその人が何か取り組むと同時に誰かがみんな同時進行してるわけですよね。だそれがすごく美しいなと思っていて、自分が寝てる間にも僕がこうやってラジオに出てる間にも誰かが自分にとって大切に思う人のために何かをやってくれてるわけですよ。でそれはなんか積み重なって日本全体あるいは世界全体をちょっとずつさっきよりいいものにしようとしているのであれば、なんかそこをちゃんと信じながら自分もじゃあこのラジオ番組が終わったら明日からまた頑張ろうとか、なんかそういう一人じゃなくてみんなでなんだろう、より良いって言ったらなんだろうな、もっと素敵な未来をみんなで作ってるっていうか、なんかそんなことがちょっとずつできたらいいなって思いました。このラジオ番組きっとそういう番組だと思うんですけど、なんか考えてなんかこう動き出す、それがきっとちょっとでも昨日より今より明日がいいようにどんどんみんなで詰めていくと、きっともっと素敵になるんじゃないですかっていう、きちんと伝わればいいですね、こういうこうものってなんかきちんと伝わればいいな、伝わればいいっていうか、そのなんだろうな、そのラブ&ピースとか世の中を良くしよう、ポジティブなものをつなげていけばつながっていくとかってこうあるじゃないですか、すごい大事なことだし、すごいいいことだと思うんですよ。でもそれをこうなんだろう、ちゃんと考えてる人と、なんだろうな、その何かがあった時にそれラブ&ピースじゃないから嫌だってなる人も出るじゃないですか。その向き合えないというか、どうなんでしょうね。それはそのなんかその、なんだろう、うまくこうバランスだと思うんですよね。全てはバランスって言ったらあれですけど、そう社会、今ある社会、それを変えていこうとする努力、じゃあどう変えていくのかっていうものの価値観を戦うというよりも、そのちょっとずつのムーブメントでそれを輪を大きくして爆発的なものにしていくような、こう変えていくやり方で、それがすごく愛を持って変えていこうとされてるんだと思うんですけど、変えていくっていうか、作る、作る、作ったり、クリエーションしていくムーブメントっていうか、その気づいてもらえる、豊かに、人生豊かだよ、楽しいよっていうことにこう気づいてもらおうとしていってるんだと思うんですけど、なんかその人らしければいいんですよ。だから肉食べてんのがその人らしければ、キラッキラ輝きながらもう脂ギットギットなんだけど、もうそういう人がすっごい幸せだったらもうそれでいいんですよ。本当なんか、そりゃそうですよね。究極言えばその人が幸せになってほしいっていう、なんかその人が心から素直にこれ今やってる自分が楽しいなって思えたら、それはそれでよくて、僕自身は本当にタバコ吸う人がむっちゃ気持ちよさそうにタバコ吸ってたら、それはそれで美しいと思うんですよ。なんかでも付き合いでなんかみんなタバコ吸ってるから吸わなきゃなとか、なんか依存してたらそれはかっこ悪いと思ってて、その今一つ一つの選択にその人らしさが全てにじみ出ていれば、もうそれはきっと素敵な世の中なので、あまりこうラブ&ピースとか、なんだろう、厳密な人たちとかいると思うんですけど、やっぱその脳のエネルギーって僕はあまり共感できないことがあって、僕もその断捨離した先に自分の好きなものに囲まれてるわけですよ、自分が着たい服とか自分がかけたいメガネとか、その断捨離した先のクリエーションの方に一番興味があって、そうやっていくのはプロセスなんですよね。まあ、それはそれで楽しいんですけど、あ、意外とこれ唐揚げいらないんじゃんって自分に気づけるの楽しいんですけど、なんかそのやっぱりノーではなくてイエス、例えばノースモーキングって書いてますけど、イエスノースモーキングって書いてたらちょっと嬉しいんじゃないかなとか、まあ発想の持っていき方ですよね。なんかそこのさっき の楽しい車の速度違反の話じゃないですけど、多分性善でも性悪でもなくて、みんな性楽説じゃないけど楽しい方向にはみんなピンとくる、だからそっち行きたいなって思うとか、なんかそのレベル、もうちょっと深いレベルで、なんだろう、信じてみてもいいんじゃないのかなと僕個人的には思います。でその上でその人がちゃんと自分らしくあれば何やっていてもいいと思います。あんまりノーとかは僕は思わないです。
today. J-WAVE Growing Reed with Junichi Okada. J-WAVE Growing Reed. 今夜は未来を作るソーシャルデザインの世界を教えてくださいというテーマで、ウェブマガジングリーンズの編集長金松義弘さんにお話を伺ってきました。ということで金松さんとお話をさせていただきましたけど、いや現代のなんていうのかな、人っていう感じ、現代の人って言ったら怒られちゃうかな、なんかでも素敵なことというか、まあ断捨離っていうか、たるを知る、自分がこう、豊かな生活をするにはどのぐらいのことがあればいいのかとか、心の構え、心構え方とか、面白いこと、発想の転換、それぞれがそれぞれで幸せだと思ってもらいたい、その生活を手に入れるためにはどうすればいいのか、それはアイデア、デザインでソーシャルデザインをしていきますっていうのがすごくね、こう面白いですし、若い人にはすごく受けているというか、今ものすごい広がってね、やっていることですし、なんかあえてちょっとなんだろう、おじさん目線でいろいろこうツンツンってつついて、こうどう反応が返ってくるのかなと思って、いろいろこうつついた質問とかもしていってみたんですけど、結構揺るぎのない感じで、本当に愛を持ってなんだろうな、やっていくっていう感じの強さをすごく感じましたし、なんかこう頑張ってもらいたいですよね。それぞれがね、こう実践していけそうなことだったりもするから、こう普通のね、人生ってこう世知辛かったりとか、いろいろいいことも悪いこともいっぱいあると思いますけど、それをなんとかプラスに変えていこうっていう、すごく面白いことだと思いますので、ぜひこう皆さん毎日幸せになるように、ちょっとした発想の転換とかね、これね、皆さんできそうなこと、実はできることだから、こうみんなでやってみるのもいいのかなと思いますね。Think for our future. Yes, we are a growing reed on J-WAVE. を作るソーシャルデザインの世界を教えてくださいをテーマに、ウェブマガジングリーンズの編集長金松義弘さんにお話を伺いした、 J-WAVE グローイングリード、いかがでしたでしょうか。グローイングリードでは皆さんからのメッセージをお待ちしております。今日の番組を聞いて感じたこと、考えたことを番組のウェブサイトからぜひお寄せください。番組のウェブサイトではゲストの方のプロフィールや今夜お送りした曲のオンエアリストも確認できますので、ぜひチェックしてみてください。さて、次回のグローイングリードのテーマは、もう少し語り合いませんか。小説家の伊集院静香さんをゲストにお迎えしてお送りします。それでは今夜はこの辺で、お相手は岡田純一でした。